こんばんは、町どりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。ですね、今日はですね、散歩動画というよりどちらかというとちょっとね、新しいカメラを、使ってですね、まあどれくらいね、そのいつもね DJI ポケット2を使ってるんですけど、DJI ポケット2を使ってるんですけども、新しくね、ソニーの、ZV-E10 っていうですね、9月の、ね、17日に、発売されたカメラをですね、入手したんで、で、まあ日常はね、日常使いとしてはね、DJI ポケット2をね、引きつつ使おうと思ってるんですけども、まあ、夜とかでね、暗所のね、やっぱり、性能もう少しやっぱ良くなるといいなと思って、で、購入したんで、まあ、このね、暗いところとかはね、まあ、どれぐらいね、違いが出るのかっていうのをですね、今から試してみたいと思います。ですね、これは今ね、有明の、こっち側にね、有明ガーデンがあってですね、で、今から、国際展示場の駅、臨海線のね、国際展示場の駅を、の前をね、ちょっと通り過ぎて、で、まあ、お台場の方にね、向かって歩いていけたらなと思ってます。どうですかね、今日でね、2日目で、昨日試しに撮ったんですけど、ちょっとね、手ブレ補正の設定はあんまり良くなかったみたいで、結構ねガタガタね、細かい振動がね、取り切れてないというか、ジンバル使ってね撮影してるんですけど、ね、その辺があまりうまくいかなかったので、今日ねちょっと改めて撮り直してる感じです。これがね、アリアクガーデンですね。で、ここ最近ね、GoPro 10が出たりとかですね、で、このソニーのね、ZV-E10 が出たりとかで、まあ、Vlog ね、撮影ね、どういうのが、いいのかっていうのはですね、まあ、迷われてる方とかの参考になればと思うんですけども、 GoPro の方とね僕も迷ったんですけど、まあ、そこまでね暗所にね GoPro の10の方が強くなった感じがしなかったので、 ZV-10 の方を選択してみた感じになります。これでね、やっぱりね、暗いところとかやっぱり撮るときに、この DJI のポケット2だと、もうちょっと物足りないところがあったんで、まあ、その辺がね、改善されてるといいなと思って、こうやって撮影してます。他のね、Vlog カメラとしてのZV-E10も、この前に、ね、去年1年ぐらい前に ZV-1 っていうカメラが出てたと思うんですけども、まあやっぱりそれに比べて、ね、こうレンズがね、交換できるってタイプということで、まあ、僕の方もちょっとその辺で回って。これ、Ariake Tenisu の森の、なんていう名称なんですかね、このセンターコートのある建物ですね。今、オリンピックが終わって、工事してるところですね。で、こっちには、
際展示場のデッキカフェです。すごくいいというのもね、あのレビューされてる方の動画見たらちょっと驚いたんですけども、ちょっとマイクの方もね合わせて検証してみようかなということで、今 ZV-10 の本体のねマイクを使って音を取ってる感じです。した時は台風の影響で雨が結構きつかったんですけども、今日はすごい晴れてよかったです。参考になったらと思いますので、概要欄の方に、設定の方に、こう書いてますので、参考にしていただければと思います。GoPro 9をね、使って撮影した時も、数ヶ月前、4、5ヶ月前はね、GoPro 9の方をね、メインで散歩動画撮影してたんですけど、最近はもっぱらね、DJI のポケット2を使って撮影してますよね。やっぱりね、こう、装備のね、軽さとかがね、断然やっぱり、ジンバル一体型のね、DJI の、セット2のが優れてるんで、もう GoPro はほとんど使ってなかったりしたんですけども、でもやっぱりこうこういうね夜の撮影で明らかにこう多少カメラが重くても綺麗に撮れるんだったら変えてみる価値はあるかなと思って、それでちょっとね購入してみた感じになります。セブンイレブンの道を通ると国際展示駅正面のね出入り口が駅になるんですけども、これがねこれダイワロイヤルホテルというホテルですね。その向こうにねジャガーとレンジローバーなんで、ショールームがあったり、でこれが国際展示場の駅前のロータリーですね。バス停があったり、あとタクシーのね、
乗り降りの場所があったりします。リンカー線の国際展示の駅ですね。でもね、オリンピックのね雰囲気がだいぶ消えてきて、ただね、この先オリンピックに向けた何のための施設だったのかちょっとわかんないですけど、まだ一部通行に制限がかかってたりします。これがそうですね、この見えますかね、まだね完全に撤去されてなくて一部ディフェンスが設けられたものになっていたりします。これはね、ビッグサイトの方で、向けてこう、屋根が設けられた通路ですね。そう、こんな感じでね、まだ一部公園が閉鎖されてたりするんですけども、ようこそ見えますかね、東京ビッグサイトって案内があったり、これがねちょっとわかんないですけど花って書いてる公園があったりするんですけども、今日この反対側のねこの辺のかなり暗い道をね、あえて通っていきたいと思います。Ariake フロンティアビルディングっていうオフィスとかが入ってるビルですかね、一部あの飲食店も入ってるんですけど、あと1階にサイゼリアだったり、
今緊急事態宣言中なんで夜の8時に多分会場がもう閉まるんだと思いますけども、やっぱ TFT ビルディングっていうんですかね、 TFT っていう建物ですね、かなり暗い公園なんで、反射性能とかね、どうわかるかなと。ちょっとね、まだね、こうカメラ慣れないので、なんかいろんな人のね Vlog といいますか YouTube とかを参考にしながら設定してみたんですけど、さ、もう少しやっぱり明るい方がいいのかもしれないんですけども、いろんな場所を撮りながら、そういえば今日はですね、2021年の9月の19日の日曜日、夜のね10時50分私の台所の校舎ですね。これは会員制のホテルですかね。で、正面にね、オリンピック期間中、聖火台が置かれてた夢の大橋があります。この道です。空に、ね、飛行機が飛んでたりするんですけど、その辺までは映らないですかね。何か検証したいことがあるとね、この辺り歩くんですけども、
夢の街ですね。ホテルですね。聖火台が出てきた場所です。見えますかね。東京タワーちょろっと見えてるんですけども、ZV-E10 の暗証性能はどうですか。GoPro とかに比べると多分センサーとか大きいんで、でレンズはね、とりあえずね、何を買っていいかが分からなかったんで、最初からついてるキットレンズ付きっていうのを購入しました。今ね、そのレンズキットにね、レンズをつけて撮影してます。すごいね、観覧車があるんですけど見えますかね。お台場の観覧車ですね。でこっちにレインボーブリッジがある感じですね。綺麗に撮れてるといいんですけども、
そう、これがね、ビーナスフォート、あとメガウェーブとかなんですかね、トヨタの。なんかビーナスフォートは撤退するらしいんで、もったいないというか、もったいないですけども。で、観覧車、多分うっすら映ってますかね。こっちに観覧車があったりします。で、これが東京ビッグサイトの青の展示場なんですかね。で、もうすぐ行くと東京テレポート駅に着きます。ここはね、そこそこいい感じに暗いかなと思いますので、音素性能を試すにはいいかなと思います。東京テレポートのね、駅の何て言うんですかね、地上のこう建物といいますか、出入り口のところまで歩いて、で、撮影を終えたいと思います。カフェかなんかですかね。で、観覧車がね、下半分が映る感じですかね、これ。全体像見えますかね。こんな感じです。で、これが東京ビッグサイト。青の展示塔ですね。なんですね。ではこっち行くと、お台場海浜公園駅に行くための通路ですね。東京テレポート駅見えてきました。これが駅前のロータリーですね。撮影を終えたいと思います。本日もね、ご視聴ありがとうございました。なんか街の散歩動画っていうよりこうカメラをね
検証動画みたいな感じだったんですけども、その辺はね、いろんな見方で楽しんでいただけたらと思います。では、本日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらですね、チャンネル登録、いいねをよろしくお願いします。ありがとうございました。